バーベルは重量上げ、パワーリフティング、ウエイトトレーニング等に用いられる、シャフトと呼ばれる、横棒の両端に、プレートと呼ばれる、円盤形の重りをつけ、固定した、スポーツ器具。ダンベルのバーを長くしたものである、バーベルバーベルの使用例プレートはシャフトに着脱可能になっており、手ズの重量のプレートを取り替えることにより、全体の重量を調整して使用する。 二つのプレートの間隔は肩幅よりやや広くされており、シャフトを両手で握って持ち上げて使用する。持つ時の幅や持ち方は種目によって異なる。バーベルそのものを形成するシャフトにはいくつかの形態や長さ、太さがあり、また、プレートの固定器具にも数種類ある。どれが良いとかいうものではなく、手首を痛めて折りひねりすぎたくない時には湾曲したシャフトを用いたり、 安定性を求めて直線のシャフトを用いるなど用途によって使い分けるのが正しい。そのため、ウェイトエリアが充実したジムでは何種類ものシャフトを揃えているところが多い。また、家庭用ならば長さは短い方が使いやすいだろうが、短すぎるとプレートを取り付ける部分が少なく重量に限界が出てきたり、プレートと体の距離が近くなるため、 動作に支障をきたすことなどがあり得る。バーとダンベルからの造語である。バーは読んで字のごとく棒であり、ダンベルのベルは釣り金を意味し、古代ギリシャにおいて音が鳴るとうるさいため内部の下を取り外したものを持ち上げてトレーニングをしていたことに由来する。バーベルはダンベルよりも新しい語で長い横棒を用いたことから名付けられた。A.B. ガンバトレーナーズタイムズ2017 vol.2 フィジオ福岡2019年11月30日閲覧ありがとうございます